世の中の経済活動はまあほぼ正常化になってるようなところででもまだ何が変わんねえかとつうとまあほぼ99.99% 99マスクをしている連中がまあいると政府や、まあ、厚生労働省もまあ会話がねえようなところ 例えば、まあ図書館だったり、ね、話さないようなところ、あとは屋外とか、まあ外してもいいよっていうふうになっても、まあ外したくねえ連中が、まあ多いんだろうなと。まあそれはいろいろ理由があるかもしんねえけど、素顔見せたくねえとか。まあそんなことはどうでもいいわけってえ変身じゃんけん2のね、昨日初めて知って、まあ動物、 例えば猫やライオンゾウとねあってじゃんけんしながら最初はじゃあ猫で勝ったらじゃあザーライオンになりますね、ガオガオガオで次はゾウになります次勝ったらゾウになりますパオーンってゾウから人象になった勝ったら人間になれますとねいうのがあってねで最後負け残りでね 負けたやつは誰も相手がいなくなってどん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 じゃんけんする相手がいなくなっていくわけだみんながどん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 ね変身していくからねじゃあこれはまあ消極的なことかあとはもし賢い子がいればないりゃどん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 てめえでね勝手に変身していくやつも当然いるだろうなみんなが見てるわけじゃねえしまあ他のゲームを例えると じゃあ椅子取りゲームをするとみんなが見てるから誰がゴマしたズルしたっつうのはすぐ分かるわけで、ね、そんなじゃんけんなんてじゃあ2人の保育士がいてそれが完全に目が届くのかって言ったら絶対そんなはずはねえなまあ年長の6歳ぐらいのうまあ4月生まれ5月生まれだったらまあ貸し系のは成長の発達を成長をね成長や発達を考えて可視系のは当然なわけで。 まあひでえじゃんけんを考案するやつらがいるなと、ね、で最後にね猫ライオンゾウは一人ずつこう残るわけだ、ね、でそれを外側から見てる要は檻の外から見てる人間が、ね「最後罰ゲームをしてください」っていうことで「じゃあ猫の真似をしようニャーン」って「みんな聞こえた聞こえね」って。 それいじめたろうって俺は思ったまあどう思うかはまあそれぞれ違うわけだけどまあ明らかにね自尊心を損なうようなね自分の自己嫌悪感劣等感これをもう小学校に入る前から作らされるんだなと。 ね、これは一つのいじめだったり自殺の要因につながるんじゃねえかななんてねそういう危惧があるなまあ数字としてはね、えー、しっかりまあこの数年で、えー、小中学生高校生の自殺がもう多いとで要は世界一その未成年のね自殺が多いのは日本だっていうこともこれも。 ね、数字にもはっきり出てるわけで、ね、え要はあぶり出すようなできねえやつをあぶり出す負けたやつをあぶり出すようなやり方がよくねえんじゃねえかなとで何が悪いかってまあ簡単に説明するとじゃあマラソン大会で100人走りました1位から100位まで順位をつけるのはまあいいんだけどね何が悪いって人間 動物で動物にも3段階あってそこで、えー、差別しているっていうことかなんまあある意味身分があるような感じでねじゃあさっきみたいに猫ライオンゾウとこう3段階あってじゃあ猫が一番一度も飼った時ねえやつだからお前はダメだとかね でそこで泣き気味まをするっていう罰ゲームをねみんなの前でしなきゃいけねえっていうのはおかしいしで今マラソンを例えたんだけどそれは1位から100位まであるけどそれはみんな同じ人間だっていうくくりで走ってるわけでこれ、ね、わかるかなーってね俺の説明が悪いんだけど まあ、ぜひこれを分かってもらいたいね何が変身じゃんけんだよああくだらねえ大人が遊びでやるんはいいよなあ小学校入る前の子供にこんなんやったらね余計自分は本当にダメな人間なんだなって思い込むだろうと俺は思うんだけどどうなんだ